新年早々もう朝が早くて僕はもうね眠たいんですけど、ちょっとやることがめちゃめちゃ多くてちょっと実家にも帰らなきゃいけないんですけど、ちょっとまず見てくださいよ皆さん。ちょっと見てくださいよ。今本のね最終チェックをしてるんですけど、もうだいぶこんな感じ仕上がってきてて、いやーようやくかみたいな。この皆さんの目に届くところに置かれるかどうかっていうところ、これがねどうやったら決まるかって言ったら、この Amazon での先行予約の数だったりとか人気でどこに並ぶかっていうのが決まるんですよね。もうもし本当に出たら買おうと思ってる方、出版されたら買おうと思ってる方っていうのは、できれば先行予約してくれたら嬉しいですよろしくお願いします。もう僕も本当に結構思いを込めて作った一冊なので、ということで今から実家に帰るんですよ。実家に家族に会いに行きます。そして新しい家族ができたので家族に会いに行きます。到着しました。京都駅です。よいしょ。はい、おかえり。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。到着しました。今日はお昼ご飯赤飯とサラダチキンになります。最近は元気に引き込むじゃなくなってるよ言われるから仕事場でもめっちゃいじられるしもうねババゴミですよ。もう1時間で着くところが、見てこれやばくないですか。やっと着きましたよ。もうほんとそっちか。うわ、アクトレのパーカー着てるやん嬉しい。家族とアウトレットに来ました。三井アウトレットパークに来ました。何年ぶりやろっていう感じのレベルで来ましたけど、実はお目当てがあって、スーツケース2つまでで何年も世界を旅しなきゃいけないということで、スーツケースが欲しいっていうのと、一番最初に行く国がカナダのモントリオールっていう場所でマイナス20度ぐらいなんですよ2月。そうだからしっかりねいいダウンを買いたくて。スーツケースがずらり。これとかさ重たいよね。いっぱい入ってなおかつ軽いやつじゃないと、でもなんか中身は安全になるみたいなめっちゃ僕重いけど、これでもちょっと若干ねちっちゃい、なんか半年分ここに入れなきゃいけないから。でお目当てのものがなかったんで来ただけになっちゃったんですけど帰ります。で蜂蜜&クリームといちごも2つずつください。バカうまそう。これをおばあちゃんちも行くからさ、これ持って行ってあげればいいんじゃない。16個ぐらい買ったうまい、おいしい、めちゃくちゃよかった。買ってないの。着きました。おお、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。おばあちゃんあれついてんで、え、洗濯バサミついたままこれお土産。え、お土産くれんの。いや、ありがとう。何やの、みやこケーキ。美味しそうとか買ってきた。ほんま、ありがとう。ちょっと着替えるわ、これ、かっこ悪い。めっちゃ豪華な。これなん、おせちっていうのかいね。うわ、うまそう。これは美味しい。海外ではマジで食べれない味。久しぶりやな。久しぶりやな。あ、はじめまして。はじめまして。おめでとうございます。おめでとうございます。かわいい。そっくりやん。はい。はい、どうも。うわ、かわいいな。注射で。注射。俺が抱っこしてるからな、今。怖いな怖い。何が怖い。諦めるの。諦めるんですか。え、恥ずかしいんかな。
はい、かわいい、かわいい、かわいい、怖いやったな。プレゼントがあります。こうやん、手こうやん、こう、おぉ、あ、こんなんダメやって。ダメ。もう俺おじちゃんになるんか。それおじちゃんやな。ラッチャ。ラッチャ。いとこの子供って何やねん。ええ、笑ってるやん。うわ、すげえ。うわ、すごい。いただきたいと思います。わあ、デンジャラス。最高なんか飛んだし、気持ち悪い。飛んだな。行くで、行くで。パーン。満面の笑み。ありがとう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 。ということで皆さんね、まあ新年明けましておめでとうございますということで、少し遅くなったんですけど、本当に去年の1年間すごい大変なこともあったんですけど、皆さんに支えられて乗り越えられた1年間でした。今年の1年間も本当に充実して1年に過ごすために、筋トレ、そして舞台パフォーマンス、そして世界を旅する Vlog だったりとかっていうような動画作成、まあ、全てね、今僕が携わっていることをもう1段階上のレベルで皆さんにお見せできるように、僕も日々努力していこうと思いますから、皆さんもアクトリと一緒に筋トレをしたりとか、まあいろんなね、知識を皆さんと共有できるように僕も頑張るんで、皆さんもね、ぜひそういった動画、世界中公演していく様子だったりとかっていうのも楽しみにしていてください。ということで、まあ僕もね、家族とやっぱりもう会えなくなるので、できるだけこういう新年だったりとか、こういう節目節目で家族だったり親戚に会って、ということで今回は年末新年ということで実家に帰らさせていただきました。ということで、ね、まあ僕も本当にもうあと1ヶ月切ってるので、1ヶ月後のアクトルの様子、モントリオールでの様子っていうのも楽しみにしながら、皆さん一緒に筋トレまた頑張っていきましょう。それではね、皆さんこんな感じで終わっていこうと思うんですけど、また明日から一緒に頑張りましょう。さよなら。